これより会議を開きます。内閣提出国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は本案審査のため参考人として筑波大学生命環境系准教授立花聡君、全国素材生産業協同組合連合会会長日高勝三郎君、東京農工大学大学院農学研究院教授土屋俊之君、以上3名の方々にご出席をいただいております。なお本日出席予定の参考人信州大学名誉教授野口俊邦君は所要のため遅れてご出席になりますので、ご了承をお願いいたします。この際参考人各位に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご対応のところ本委員会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のないご意見を述べていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。次に議事の順序について申し上げます。まず立花参考人日高参考人土屋参考人野口参考人の順にお一人15分程度ご意見を述べいただき、その後委員からの質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。なお念のため申し上げますが、ご発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願い申し上げます。また参考人は委員に対して質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめご了承願います。それでは初めに立花